はい、ということでね、今日はこの話題、ね、こう続きますよね、これね。なんかですね、もうちょっと永遠に続くんじゃないかってね、そんな感じしますけれどもね。これがですね、新疆のウイグル自治区、この問題ですよね、中国の。まあだからね、その地域でウイグル人、少数民族が強制労働させられてるんじゃないかってね、そういった事件ですよね。まあそういった事件とか、そういった話題かな。うん。でですね、今回の話題っていうのは、中国とアメリカ、ここがね、バチバチやってるだけじゃなくて、これがですね、今回ちょっと巻き込まれたというかね、そのですね、アメリカからダメだぞって言われたのが、このね、なんと日本のユニクロだったっていうね、今回はですね、そういったニュースです。これをですね、まあおそらくテレビとかでやってますよね。だから皆さんも知ってると思うんですけれども、ちょっとだけ詳しくね、やっていこうと思います。そしてですね、最後の方に具体的にユニクロが今どのぐらい中国にね依存しているのかっていうのをちょっとね具体的にやっていきます。これね、最後にちょっと話をするんで、まあ最後までね見ていってくれればなと思います。ではですね、まず何があったのか概要です。産業界もウイグル問題を避けて通れなくなっている。中国の新疆ウイグル自治区の強制労働をめぐる輸入禁止措置に違反したとして、アメリカ税関国境警備局 CBP がカジュアル医療大手ユニクロ製品の輸入を1月に差し止めていたことが分かった。で、CBP が今月10日に公表した文書によると、西部カリフォルニア州ロサンゼルス港の当局が1月5日、ユニクロの男性用シャツを押収した。中国共産党傘下組織でウイグル綿花の生産団体である、新疆生産建設兵団、XPCC。だからこれ会社かなんかの名前なんでしょうね、この XPCC。これが新疆ウイグル自治区にあって、綿花の生産をしていると、XPCC。で、この会社が原材料生産にかかった疑いがあるとしていると。だこの会社が強制労働をね、してるってことになってるんですね。少なくともアメリカから見るとね。うん。で、これですね、さっきあったように、5月の10日に今回の件でね、公表、発表されてるんですけれども、これ具体的にあったのが、押収されたのが1月5日ってありましたよね。だからね、ユニクロの海外のどっかの工場からアメリカに送ってね、まあだからアメリカ側からすると輸入ですよね。輸入してアメリカで販売しようとしたと。そうするとね、商品を押収されたっていうね。しかもこれ、ミソはですよ。最初にも言いましたけれども、ユニクロが日本企業っていうね、ここミソですよね。だってこれね、問題があるって言われてるのは中国においてですからね。ただ今回ね、それが理由で日本企業にね、マイナスが出てしまうっていうね。まあだからね、チャイナリスクですよね、まさにね。で、今回の問題点ですけれども、もうちょっと細かく言っていくと、アメリカ政府は、トランプ前アメリカ政権下の昨年12月、強制労働を理由として、XPCC が関与した綿製品の輸入を禁止した。綿の原材料は生産過程が複雑で、原産地の特定が困難とされるが、輸入する企業に強制労働の製品を使っていないと証明する義務を課していた。だからですね、そういった感じでね、結構具体的なんですよね。これですね、強制労働を理由として XPCC が関与した綿製品の輸入を禁止ってことですから、だからこれ、他だったら中国でも許されるってことなんですかね。少なくともですね、XPCC ってところが関与した綿製品はダメってことなんですね。だからね、今回ユニクロが XPCC の、ね、綿を使ってるでしょって言われてるってことなんですよね、具体的に。ただですよ、これ、さっき言ったように、そうは言ってもですよ、これ。それを証明するのはね、その企業だって言ってますよね。輸入する企業に、だからユニクロですよね、強制労働の製品を使っていないと証明する義務を課していたと。これちょっと難しそうですよね。使ってないんだぞって言っても、どうやって証明するかなって感じですよね。具体的な証明方法がちょっとわかんないですけれども、僕みたいな人がするとね。だからね、アメリカとしてはね、結構ね、イチャモンというかね、これ使ってんじゃないかって、まあちょっと言い放題なとこありますよね。うん。でですね、まあ、こんな状況があるんですけれども、ユニクロ側っていうのはね、どんな風に言ってるかっていうと、これもちゃんとね、あるんですけれども。これがですね、ユニクロ側は今年3月末、差し止め措置は不当だとして、反論手続きを開始し、原材料は中国国外で生産されていると主張した。だからね、新疆ウイグル自治区でもないし、強制労働でもないし、それどころかね、中国で作った綿ではないって言ってるんですよ、ユニクロとしてはね。これね、もうちょっと具体的に言ってるんですけれども、ユニクロとしてはですよ、一応ね、今回押収された製品に使われてる綿っていうのは、オーストラリア、アメリカ、ブラジル、こういったところでね、生産された綿を使ってるって言ってるんですよね。まあだからですね、もうちょっと思ったんですけれども、ってことでしょ？多分こう、ユニクロは今回ね、輸出した、まあアメリカに輸出？まあアメリカ側からした輸入ですけれども、アメリカにね、入れた商品。だからこれらの商品にはきっとね、こう、ラベルにこう、中国産とかって書いてないんでしょ？他の国産って書いてあるんでしょうね、きっとね。材料のね、原産国表記があったりですけれども。だからですね、まあこういった状況をいろいろ見ていくとね、まあどっち擁護するってわけでもないんですけれども、さっきも言ったようにね、もう製品になってるものからすると、どこの綿を使ってるかってね、分かりにくいって話だったじゃないですか。だからそれをどうやってね、税関で止めるんだよって思っちゃうわけですよ。税関の人がね、これはね、中国で使われてる綿でしょ、つってね。だから、ユニクロもそういった表記してないでしょうし、それを税関がどうやって止めるかって感じですよね。
だからとりあえずね、適当にイチャモンつけとくしかないですよね。そして企業側がね、証明してみろっていうね、そういったやり方するしかないわけですよね。言い方変えるとね、アメリカの税関でもだから分かんないってことですからね。それならなんか止められてるわけでしょ。あとは企業がね、証明してね、よろしくっつってね。だからね、こういったの見ていくとですね、今回ね、まあ、とりあえずね、こう見せしめとして、こういったことが起こるからなってね、他の企業に見せるためにユニクロがね、たまたま止められたのかなって僕は思っちゃうんですけれどもね。言っときますけれどもね、どっち擁護とかじゃないですよ。まあ、事実ベースで見ていくとね。あと他にもですね、ユニクロの声明としては、こういうふうにも言ってますね。ユニクロを展開するファーストリテイリングは19日、CBP の決定は非常に遺憾だ。サプライチェーンにおいて強制労働などの深刻な人権侵害がないことを確認している、とのコメントを出したと。CBP に対し、あらゆる証拠を提出し、適切に対応していると説明したと。でもこれですね、3月から証拠とか出し始めて、だからね、1月に止められて、3月からね、いろいろ証拠を出してるわけですよ、ユニクロ側っていうのはね。それでもまあ解決してないですからね、解決されないんじゃないのかなと思うんですけどね、どうなのかな。そして次にですね、やっぱりこれ紹介しなければいけないのが、もうね、このチャンネルいつもセットなんですけれども、やっぱね、今回の件を中国はね、どういうふうに言ってるのか、これ絶対紹介しなきゃいけないですよね、僕のチャンネルでは。はい、じゃあですね、中国の言い分。中国外務省張立憲報道官は、新疆に強制労働はなく、アメリカはいじめ戦術を使っていると指摘。っていう感じでね、ちょっとね、今回の声明短めなんですよね。そしてですね、そんなに面白いこと言ってないなとね。まあ、ちょっとね、面白いかどうかの基準で判断するのもね、僕のチャンネルもちょっとおかしいんですけど、この問題をね。でもですね、あと他にもこういうふうに言ってますね。19日の定例会見で、関連企業は立ち上がり、アメリカのこうした不合理な行為に反対するべきだと述べた。っていうことで、だからでしょ、もう中国としては逆にですよ、逆に。新興面とかをね、使っていた企業。だから例えば、ユニクロ、ナイキとか H&M とかね、あと無印なんかもそうですけれども、そういったところはね、こう、中国と一緒にアメリカのね、このやり方に対して、こうね、声を上げていこうってね、言ってるわけですよ。まあなんかちょっと面白いなとね。まあでもね、今言ったね、企業たちってね、これ、本社が西側の企業ですからね、ちょっとそれもやりにくいなと思いますよね。あとですね、今回の件に関してね、やっぱりユニクロって言ったらね、日本の企業ですから、日本政府もね、ちょっと反応してると。これも紹介しておきますね。加藤勝信官房長官は20日、ファーストリテイリングが展開する衣料品チェーン大手、ユニクロのシャツのアメリカ当局による輸入差し止めに関し、これはですね、こういうふうに言ってますね。日本企業の正当な経済活動が確保されるよう、適切に対応していきたい、と述べた。同日午前の記者会見で語ったと。あとですね、他にもね、加藤官房長官は、ファーストリテイリング社は3月30日以降、対象製品の原材料は中国や新疆生産建設兵団、だから XPCC ってやつですね、とは無関係だと反論する手続きを行ったが、アメリカ警備局は証拠不十分として却下した。政府としては関連する情報収集を行っている、と述べた。個別事案へのコメントは差し控える考えも示した。っていうことで、まあ、だからですね、わかりやすく言うと、まあ、結論から言うと何も言っていないと同じって感じですよね、これね。まあ、日本らしいというかね、別にいい意味じゃないですけれどもね。まあ、ですね、こういった感じでね、どっかを助けるわけでもないし、逆にね、こうユニクロとかをね、批判するってわけでもないしね。どっちつかずってか、まあ、何も言ってないですよね。またですね、今回はですね、ユニクロ、アメリカにね、入れる商品ね、止められて困ってるわけですけれども、じゃあこれがですね、ユニクロにどれぐらい影響があるかって言ったらですね、ユニクロのアメリカ国内の売り上げは全体の数パーセント台で大きくなく、今回の差し止め措置が経営に直接影響を及ぼすことはないと見られる。だそうです。ただですね、ちょっと思うのはね、やっぱアメリカはそうかもですけれども、同じね、西側の EU とかもね、そういったところも同じ動きに広がりかねないじゃないですか。っていう風にね、思ってたらですね、やっぱりこんなのすでにありましたね。これがですね、国際的な圧迫が大きくなっている、人権非政府組織 NGO Human Rights Now は先月8日、新疆ウイグル地域の強制労働事実を明確に否定できない限り、直ちに取引関係を切らなければならないと医療企業に訴えた。そしてここからはですよ、続いて4月10日にはフランスのある人権団体が強制労働と反倫理的犯罪を隠蔽した容疑でユニクロのフランス法人を当局に告発したりもしたっていうことになってるんですよね。だからやっぱ EU でもね、そういったことになりかねないと、全然ね、今後。だからですね、もしかしたらですけれども、西側の売り上げをね、ユニクロっていうのは全部ね、なくす可能性もないこともないっていうね。まあもちろんね、可能性としてはすごい少ないですけれども、いくらかね、影響出そうな感じがしますよね。ただですよ、そういった感じで、西側諸国のね、マーケットにおいて、ユニクロの売り上げにね、影響が出始めたら、どうなっていくのか、なんですけれども、要するにまあ言い方変えたらね、西側諸国の売り上げと、中国の売り上げを天秤にかけたらどうなのかって話ですよ。ユニクロのね、ユニクロの中国での売り上げ、ユニクロの西側諸国でのね、売り上げ、これを比べなきゃいけなくなるね。そういったことね、あるかもしれないじゃないですかね、今後ね。だからですよ、そうすると、ユニクロってのはですね、今ね、
中国でどれだけ売ってるのかとかね、どれだけ依存してるのかってことになってくるじゃないですか。ちょっとね、その話をしていきたいと思うんですけれども、だってですよ、さっきあったようにね、アメリカ国内ではユニクロ全体の売り上げのね、アメリカの売り上げっていうのは数パーセントだからあんま関係ないって言いましたけれども、逆にじゃあね、中国ではどれぐらいね売り上げてるんだって話になりますからね。でですね、このチャンネルね、そういったこと何回かやってるんですけれども、また今日はちょっとね違った数字見せますので見ていってください。これはですね、結構すごいんですよね。これがだってですよ、今ユニクロは中国ではもうですよ、なんと中国内の衣類売上1位企業、これユニクロなんですよ。わかります？だからアパレル関係で中国でね一番売り上げてる企業、これもちろんね中国企業も含めてですよ、中国企業も含めた中国全土で一番ねアパレルで売り上げてる会社っていうとユニクロになってるんですよ。これ結構びっくりしません？僕もちょっとびっくりしたんですよ。だからね、ナンバーワンアパレルブランド、ナンバーワンアパレル企業っていうと中国においてですよ、ユニクロなんですよ。外資だけじゃないですからね、ちょっとびっくりしますよね。だからね、ちょっと意地悪な言い方かもしれませんけれども、ユニクロってね、こう中国企業と言ってもね、いいかもしれないですよね。だって、中国でナンバーワンなわけですからね。そしてですね、僕の動画でも何回か言ってますけれども、店舗数ですよ。これね、ユニクロのお店っていうと中国でね、どん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 増えてるんですよ。かたや日本っていうとね、ちょっと上げ止まってる感もありますけれども、そうするとですよ、ついに今こんなことになってると、これがですね、今ね、中国と日本ではほぼ同じ規模の800店舗が出てるんですって。だから日本も800店舗、中国も800店舗ぐらいってことなんですよ。まあ、ざっくり言うとですけれどもね。まあ、多分ですね、今のね、800店舗、800店舗ってのは結構最近のね、近々の情報だと思うんですけれども、僕はね、過去に見た1年前とかの数字だと、もうちょっと中国の店舗少なかったですからね。それが今ね、800店舗、800店舗ぐらいになってきてるとね、すでに。そしてですよ、肝心の売り上げですけれども、今これがね、どのぐらいになってるかっていうと、これもですね、比較的最近の情報で、ブルームバーグのニュース、これ4月8日のニュースですね。ここにあるのは、国内ユニクロ事業の売上高が、だから日本ってことです。日本の売上高が4636億円だったのに対し、中国大陸に香港と台湾を加えた、あ、台湾も入ってんですね。まあこれね、台湾を中国の売上に入れちゃうとね、怒られちゃうと思うんですけれども、一応ね、まあそういったね、中華圏の売上高が2703億円だったと。ちなみにこれですね、多分台湾抜くと、店舗数で見るとね、中国に800店舗ぐらい、そして台湾にはですね、70店舗ないんで、まあせいぜいね、1割抜くとして、そう考えてもですよ、中国の売上高っていうのは、まあ大体ね、2400億円から2500億円あるってことになると思います。だからね、もうこんなレベルになってきてるんですよ。アメリカって言ったらね、ユニクロの全売上の数パーセントですけれども、中国って言うとね、そんなどころじゃないわけですよね。そしてユニクロって言うとですね、中国での出店ってのを一番ね、世界の中で一番加速させてますんで、おそらくね、僕は思うに、もう3年もすればね、これ、ユニクロのね、中国での売上高っていうと、日本の売上にね、並ぶんじゃないかって僕は思っています。そしてね、これ日本と中国では、もちろんね、これ人口が全然違いますから、結局はね、日本の売上を抜いていくんじゃないのかなと思うんですよ、このまま行くとね。そうするとですよ、当たり前ですけれども、一番ユニクロがね、売上を上げてる地域っていうと中国になるわけじゃないですか。そうするとこれですね、やっぱユニクロって商売でやってるわけですから、そうするとね、もう全部ね、こう、すべての中国のポリシーに従う企業になると思うんですよ。だってね、これ、売上をとにかく伸ばすのが企業の役目ってことになりますからね。だからね、今みたいに喋ると、そんなわけないじゃんって、そんな風にならないよってね、思った人もいるかもしれませんけれども、でもさっき言ってるんですよ。将来的にはね、日本国内よりも、どのマーケットよりもですよ、ユニクロの売上っていうのが、中国で売り上げてる売上っていうのは高くなると、大きくなると、そういったことになってね、当たり前だと思うんですよ。商売ですからね。逆に中国に従わないと、もうね、生きていけないですから、格段もできないしね。もちろんね、そうなるのは今年とか来年ってわけじゃないですけれども、でもね、10年とかじゃなくてね、数年いないかなと思っています。まあ、このままね、このまま行けばですけれども。でもね、多分このまま行くんですよ。ちょっと本当にね、嘘みたいなとんでもない話ですけれども、多分そんな感じですよ。本当にね、ちょっと皆さんがね、喜べる話とかじゃなくてね、申し訳ないなと思ってるんですけれどもね、そうなんじゃないのかなと思っちゃうんですよね。はい。ということでね、今日紹介したかったニュースってこんなところなんですけれども、まあ今日はね、こういった何も、こうチャイナリスクっていうと、こう中国での販売、だから中国で売ってる会社とかですよね、そういったところだけで起こるわけじゃないって話でした。だってね、アメリカに物を入れようとしたらね、日本企業がですよ、入れることがね、できなかったみたいなことが起こってますからね。あとね、ちょっと思うのが、今日もね、ちょっといろいろありましたけれども、アメリカ側はね、強制労働の商品じゃないってね、証明しろとかって言ってるわけですけれども、逆にですよ、僕はちょっといろいろ見てる限りでは、アメリカ側もね、やっぱり新疆ウイグル自治区の綿花に関して、強制労働があるって明確な理由ってね、僕はちょっと見てる限りではあんま見たことないんですよね。僕はたまたま知らないだけかもしれませんけれどもね。なんかちょっとアメリカはアメリカでね、ちょっと証明できてないって感じがするんですけれどもね。あ、別にこう中国用語とかじゃないですかね。中国用語じゃない。でもアメリカ用語でもないんですよね、僕はね。そう。はい、今日はこんなところでございます。